はい、どうも、沢田信也です。今回は、ジョジョの奇妙な冒険第7部、スティールボールランの話をしましょう。ということで、ジョジョシリーズといえばこの方、北さんです。はい、ご無沙汰しております。北原です。よろしくお願いします。どうも。本当にご無沙汰しております。まあ、あれですね、収録時間とか、そういう意味では久々なんでしょうけど、配信スパンって言ったらそんなに久々じゃないと思うんで、はい。そうなんですか。聞いてる方からすれば。これは失礼しました。そうでもないなっていう感じだと思うんですけど、まあ、収録タイミングとしては結構久々ですよね。そうですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はもう一人この方をお呼びしています。福岡とラジオ袋のスピさんです。はい、どうも福岡のスピです。ご無沙汰してる方も多いと思いますが、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、スプさんもちょいちょい、そのくて浅いやつらには出ていただいてるんですが、まあ、今回たまたまね、ジョジョの7部の話するときは、僕好きなんで呼んでくださいって言われたのが、まさに今日やったんですよ。で、北さんが仕事忙しいので、ちょっと収録のタイミングを取れなかったので、たまたま偶然今日空いてるっていうので、7部の話を今日しようって言ってたんですよね。あ、なるほど。はい。で、そこにたまたまいいタイミングできたので、ほんと急遽決まった参加ですわ。そうですね。本当に運命を感じましたね。まあまあ、そういうわけで、今回はこの3人で7部の話をしていきましょう。はい。はい。はい。てな感じで7部の話なんですけど、まあ配信を聞いていただいた方は、まあ6部の話をしてるとこまで聞いていただいてると思うんですけど、正直僕7部に関しては面白いなという意見はあるんですが、ちょっとね、ジョジョシリーズに対して言いたいことを6部で言ってしまった感があるので、今回は、お二方の話を聞く側に回ります。はい。ってなわけで、お二方のね、7部に対して、ここが、ああだ、ここがこう思ったんだ、みたいな話をね、ちょっと、かいつまで聞けたらなと思うんで、それに対して僕が、なるほど、とか、はぁ、とかいうのを、ちょっと、後で BGM として入れていきますわ。後でです。黙ってとりあえず聞いておいて、後でなるほどな、とか、なんか長いこと言うてますねとかなんかそういう。沢田さん絶対安いな。まあそんな感じでね、まずねスピさんがなんかすごい好きやっていう話やったんで、はい。まあ7部の何が好きかみたいな話とお聞きしましょうかね。自分はねジョジョの中で言うと、あ、すいません、スピさんのジョジョ歴を先に聞いておきましょう。いやジョジョ歴言わないといけないんですよ。ジョジョ歴は、はい、軽く。どれぐらいの密度と距離感で付き合ってきたかみたいな、ちょっと聞いておきましょうか。まあ、自分はね、大体、沢田さんとは同じぐらいの世代なんですね。はっきりお互い年齢言ってないんですけど、多分そうだろうなっていう感じで、まあ、だからほぼですね、リアルタイムに小学生の時に、ジャンプでジョジョが始まって、はい、もう最初は本当なんか北斗の拳みたいな絵した漫画だなと思ったんですけど、うん、どんどん読んでるうちに、やっぱこう、面白くなってって、実際は一番こう盛り上がった3部が終わって、はい、4部が入ったあたりまでは見てたんですけど、ちょっと4部に入ったあたりでかったるくなってですね、一回ちょっと離れちゃう。そのジャンプを買わなくなったっていう現象も。まあ大体僕と同じような経歴というか。そうなんです。はい。やっぱ3部でちょっと盛り上がった人は、4部のちょっとテイストの違いにちょっと戸惑いがあったと思うんですよ。沢田さんもね、前の回でおっしゃってたと思うんですけど、やっぱりね、こう、少年漫画の王道から外れてくるんですよ、どんどん4部、5部にしたって、うん。やっぱそこに、やっぱ当時若かったんで、自分も、うん、あんまり面白くない漫画だなっていう風に評価を出して、やっぱり大人になってから読むと、すごい面白いんですよね、そうなんですよね。なんか濃い味のものが欲しかったのに、すごい出汁の効いたものを出された感じがする感じやったんで。はいはい。もうちょっとこう、爽快感求めてるんだよ、こっちは、みたいなことを当時は思ってましたね。で、後に、まあ、5部かな。5部になったとこで4部、5部をまとめて、こう、漫画喫茶かなんかで読んで、またハマって、6部はリアルタイムで見て、あ、終わっちゃうんだと思ったんですけど、うん、ボールランが始まると出だしも変わるっていうのを聞いて、またそこから追いかけて、今のジョジョリオンまでってことなんで、はい。まあ、結構一回外れたけど、また戻ってきて、まあ、今こうやってこう、ジョジョがブームになってですね、ジョジョの話しても通じる人が増えたっていうのはいいことなんじゃないかなって思う、ね。そうですね。当時も言うても、
カルトな人気はありましたけど、ここまでみんな知ってるような漫画でもなかったんで、あの時の自分たちから今の時代を見てみたら、ジュジョこんなに流行ってるとは思わないですよね。うん。いや、絶対流行る漫画ではなかった。うん。うん。ジュジョ立ちが、ね、そんな共通用語になるとは思ってなかったけど、当時は。まあ、そんな感じで、スピさんの簡単なジュジョ歴なんですけど、まあ、そんなスピさんが思う七部の面白いところ的な。あら。音声が乱れております。もしもし。もしもし。こっちは普通に聞こえてますけど、そっちどうすか？全く今聞こえなくなりました。一瞬お二人の声。今、完全に時間が飛びました、ね。はい。キングクリズムゾーンが発動したんかな。はい、今戻ってきました。発動したみたい。まあ一応、話的には、そんなスペさんの7部の、あの好きなとこ聞きましょうって言ったところで終わったんで。うん。はい。ちょうどいいっちゃちょうどいい。ちょうどいい感じで。じゃあなんか起きたらキングクリムゾンって言いますね。わかりました。わかりました。はい。予測できてないですけどね、その先。じゃあですね、こう、はい、まず、自分7部一番好きなんで、どこが好きか、語らせていただくんですけど。うん。はい。7部って、こう、今の現在、こう、今、ジョジョリオンと第8部やってるんですけど、はい。7部がこれうまくいかなかったら、第8部ってなかったと思うんですよ、ね。まあ、確かにね。そういう意味では、その1回6部で、まあ、前回6部の話で沢田さんが言ったように、こう、今まで書いてきた、こう、ジョースター家対ディオっていうのを、完結させた中で、新しいことをやるっていうのが最初のこのスティールボールランっていう、まあ、作品にもジョジョ入れませんみたいなところだったんですけど、はい、で、始まっても終わってみたら結局ジョジョなんですけれども、その間のこう瞑想も含めても、そのすごいなんていうの、新しいことにチャレンジしてて、うん、一つはやっぱりその少年誌から、このウルトラジャンプに変わってページ数もすごい1ヶ月の連載量が増えたっていうのが、1回の連載量が増えたっていうのがあって、これちょっと沢さんも6部のところで話したと思うんですけど、やっぱり書ける内容がすごい変わったっていうのがあると思うんですよね。うん、で、その、主人公とその仲間を軸に、こうなんかパーティーで敵に立ち向かっていくみたいな書き方が今まであったんですけど、うん、7部に関しては、まあ終盤的という形で大統領が出てきますけど、まあその、うん、悪って描かれ方ではないんですよね。で、こう、いろんな目的を持ったその、なんていうんですかね、スティールボールランのレースを主催してる、誰でしたっけ、ね、スティーブン・スティール。スティーブン・スティールか、大富豪の。話とか、その奥さんの話とか、いろいろ絡まって、こうなんかそれぞれのキャラクターを描いて、で最終的にじゃあ、そのみんなが絡んだ話がどういう終わり方するかみたいに、なんか先が読めない感じで転がしてってるのがすごい好きだったんですよね。まあ、あくまでその、ジョニー・ジョースターとジャイロ・ツェペリっていう、まあ、軸になるキャラクターはいるんですけど、うん、そこが今までのジョジョとちょっと違うのかなと思ってですね。で、最後話がまとまんなかったら非常にこれ残念な作品になったんですけど、個人的にはすごい上手い着地点でまとめたんじゃないかなって思って、終わり方的にもこう自分の中ではこうシリーズの中で屈指のエンディングだと思って。うん、自分あとね、そのレースものってのが、ちょっと最初不安だったんですよね。はい、ああ、はいはいはい。第一章っていうか、最初って結構なんか短い距離を行くみたいな話あったじゃないですか。チェックポイントの、最初のチェックポイントまでっていうの。はいはいはい。あれが結構すごいなんかレースものしてたんですよ、うん。で、あ、これはなんかこう本当にバトル要素とかあんまないんじゃないかなと思って最初見てて、あ、本当にこういうレースものを書く気なんだみたいなね、いう感じで見てたんですよ。そしたら、なんか途中からあれあれみたいななんか暗殺者が出てきたり。最初はなんかその暗殺者が出てきた理由っていうのがそのジャイロが狙われてたっていう話だったんですけど、うん、途中からなんか遺体を集めるみたいな話にすり替わってきてみたいな。結局バトルやんのねみたいな話でですね。で、そうなるとこのレース中になんか戦いながら、なんていうの、走るみたいなのはちょっと無理があるんじゃないかなっていうのはちょっと感じたんですけどね。うんうん、雨の中ディオと戦うのはすごく良かったですけどね、走りながら。ああ、そうですね、うん、あの辺で多分一回その
ちょっとレースはもういいかなってなったんですね。そんな気がすごくしますね。まあね。あそこすごくうまくかけてた気がするので、もうこれじゃ無理っつって。やっぱりまあ、しかもなんかその、反則じゃなかったでしたっけ、確か、相手を露骨に攻撃するのって確か。うん、そうですね。もう、ルール無用のデスマッチやってましたよね。でも途中からもうルール無用のデスマッチみたいになっちゃったから、どうなんだろうなっていうのあったんですね。やっぱ作者の心は、ね、当時預かり知らない感じでしたけど、ジョジョをしようとは思ってなかったんですかね、やっぱり最初は。一番最初はかなり、あ、違うものを書きに来たなっていうのは、やっぱ思いましたよね、うん、読んでて、リアルタイムで。名前は借りてるけど、でも名前、なんか、ジョジョシリーズの名前をちらほら散りもめてる状態で、いつでもジョジョに戻れるようにはしてたんかな。ああ、保険として。でもあれはファンサービスなんじゃないですかね。例えばこう、主人公が最初ジャイロ・テペリになってるじゃないですか、うん、どう見て。うん。で、あれなんかこう、ほら、テペリさんって言えば、まあ、その脇役、うん、キャラなんですけど、うん、それをあえてこう、主人公に持ってきたってことで、うん、逆にジョースター系のやつが、どっちかっていうと、こう、脇役みたいになっちゃってる。うん。で、なんかアブドルだ、シュトロハイムだとかって出すんですけど、結局それはなんかこう、ね、みんな期待するけど、そんなキャラじゃないよみたいな、ちょっとファンサービス的な感じで、うん、逆に、ジョジョシリーズじゃないの書くんだよみたいなとこを出してたような気はするんです。うん、あくまでこう、ちょっと、もうちょっとしたギャグになってましたもんね、うん、アブドゥルさんとか、うん、シュトロハイムは。まあ、なんやろ、ファンサービスであり、ミスリードであり、なんかなっていう感じでしたよね。はい、だから当時は、一番最初は週刊少年ジャンプで始まったじゃないですか、スティールポーカー、はい。そうですね。ほんで、なんか何週間分か書き溜めてたから、週刊連載も大丈夫とか言っとったけど、なんか間に合いませんみたいな感じになって、はい、救済を経てウルトラジャンプでしたよね、確かね。そうですね。あの救済を経てる時にちょうど多分方針変わったんだと思うけどね、いろいろ話し合いをして、やっぱりちょっと、書いてたらジョジョっぽくなったんで、ジョジョで決まった。いや、その辺もちょっと荒木先生らしくて僕はやっぱいいですね。そこら辺の、ね、修正も結構柔軟に対応みたいな。はい、憎めないですよね。なら、大人のジョジョ書いたろうぜみたいな話になったんかな。うん。ウルトラジャンプだし、みたいな。うん。なんかそれらしきこともなんか作者も言ってたじゃないですか。あ、そうなんですか。結構週刊少年ジャンプ、少年誌で書けへんような表現がスリルボンドにあるのも、なんか、作者の年齢が、当時、まあ、40何歳ですかね。44とかですか、うん、になって、なんか、少年漫画のヒーローのスッタモンダーを書いてる場合じゃないと。やっぱ、こう、年相に、なんか、少年誌で書けないことも書こうみたいな意識はあったみたいなことを、なんか、見てるんですよ。それは、なるほどなと。なんか、だって、大統領の奥さんとルーシーの絡みとかって、これいるんかっていう話。なんか、レズ的な感じの。そうそうそう。そうちょっと少年誌で。圧迫祭りや、つって。やったるぞ、みたいな。まあ、そういう、まあ、作者の心の変遷も経て。確かに、当時で44か。そらもう、そうですわな。だから僕は、本当当時、ウルトラジャンプに移動した時にもスティールボールランを見なくなってしまったんですよ。はいはい。終わったら読もうパターンに入ったんですよ。はい、はい。そこから終わるまでがアホみたいに長かったんで忘れてしまったんですよ、途中で。で、まあ終わった今ね、こういう機会にまとめて読んだんですけど、まとめて読むとね、さほどね、なんて言うんですかね、あ、ここで方向転換したんだろうな的な予測は見られるんですけど、そんなに違和感を感じない。普通にスリルボールランとしてのドラマとして一本楽しめたんで、なんか、なんでしょうね、うまくできてんなっていう感じしましたけど、ね、はいはい。うん。その急に、なんか、あれ急に変わったなっていう感じはないですよね。ただ一つだけサンドマンが突然敵として出てきた時に、あれっていう感じはしましたよね。うんうんうん、ああ、でもサンドマンとポコロコは完全に伏線で出しといて使い方が見つかんなかったって感じ。そう。ポコロコはすごいもったいない感じしますね。あ、ポコロコってもう俺記憶ないわ。最後どないなりましたあいつ。結局優勝したのあいつじゃなかったっけ？優勝したのがあいつやったの？優勝したのポコロコじゃないですよ。ディオが優勝するんですけど、はい、ディオがまあ、
あ、ネタバレしていいんですかね、これ。あ、ネタバレはいいですよ。あの、ディオが、まあ、いなくなっちゃうわけじゃないですか。はい、だから、ポロコが優勝みたいな話。そういう。そうですね。繰り下がりというか。とりあえず一番最後まで生き残ってたんや。で、結局60億円は、ポコロコはゲットしたで、ははは。終わってますよね。なんか使い方、迷った的な感じが否めないですね。そういう結末も。だから最初、あの、レースで、ジャイロとあの、戦うじゃないですか。最初の方に、ポコロコが。あ、こんな、何もしなくてもラッキーだけで勝てちゃうやつどうやって倒すのなんてワクワクしてたんですけど。まあ、よくいる、こう、なんかあの、あれですよね、ラッキーマン的なというか、漫画の主人公ではありがちなパターンですよね。実力がないんだけど、うん、運だけやたらいいんで、こいつすげえみたいになって、どんどん周りから評価されていっちゃう。すごくだからワクワクしたんですよね、あれ読んでて。ああ、新しいと思って。確かに最強かもしれないと思って。そういう意味では、途中からまあスタンドバトルに移行していく中で、そのジャイロだけはスタンドなかったじゃないですか。ずっと鉄球で頑張ってたから。そうですね。鉄球だけでしょね、最初。なんか結構ね、その生身の人間がスタンド使いにどう対抗していくんだ的なワクワク感とかはあったんですけどね。そうですね。で、それがスタンドを手に入れた時のあの、わあ、技術とスタンド両方あって最強じゃん感もすごい上がったんですよね。で、結局最後大統領と戦う時も、あいつ人として戦ってるじゃないですか。ジャイロ。ちょっと聞き取りにくいですね、今。今なんか聞けなくなりましたね。すいません。あ、でも戻りましたよ、今。はいはい、はい。大変やな。どうしようかな。一応3人いるという前提で、ただ俺はもう会話に参加しないっていう。なんすかね。え、北さんはどこが納得いかなかったんですか？いや、なんか、そのね、自分、北さんと一番話したいのは、はい、エンディングがいまいち、こう、腑に落ちなかったみたいにおっしゃったんで、で、逆に自分はエンディングすごい好きなんですよ、はいはい、このエンディング。かなりこう、真っ二つに分かれてる状態なんですね。そうそうそう、そこにね、こう、なんかの、スティールボールランの 見方みたいなのとか、その、うん、このシリーズがどういう位置づけになってるのかみたいなの話膨らむんじゃないかな。うん、なるほど、うん。まずですね、まあ、大統領選前までは基本的にジョニーとジャイロの師弟関係、はいはい、バディームービーみたいなノリでずっと続くじゃないですか。うん、はいはいはい。で、まあ、一応ジョニーっていうのは、今までのジョジョの主人公とは全然違うキャラクターですよね。そうですね。今までのシリーズの主人公っていうのは、もう最初からもう完璧で、はい。なんていうか、成長はしないですよね。ジョジョシリーズの主人公って。もう最初から最後まで完成されてて、はいはい。人間のその、いい部分をこう体現している。本当にこう、いわゆるヒーローというか、うん、が活躍してるっていう部分がやっぱ、まず僕はジョジョのすごい好きなところなんですね。あの、要するに、それ、あれですよね。人格として、こう、キャラクターはもう完成してってってことですよね。そうですね。そうですね。で、ジョニーっていうキャラクターは、まずもう歩けない。うん、で、精神的にも、全然未熟っていうところから、マイナスからのスタートじゃないですか。はいはいはい。で、それが、その、いわゆる黄金の精神を持っている、ジャイロっていうキャラクターと出会うことによって、うん、マイナスの人間が徐々にプラスの方向に成長していて、うん、最終的にはそのジョジョシリーズの主人公のヒーローになるっていうものだと、うん、もう思い込んでずっと読んでたんですね。ほうほう。ああ、じゃあもう途中でやっぱジョニーが主人公になると思って読んでたんですか？そうですね。もう、ジャイロ・テペリっていう名前の時点で、絶対にどっかでジャイロは死んじゃうんだろうなっていう目で読んではいました、ね。ああ、本当ですか。はい。で、そのジャイロが、まあ、大統領にやられちゃうっていうのは良かった。そこまでは全然納得して読めてたんですけど、うん、じゃあ、いざジャイロが死んでしまって、ジョニーは彼から何を学んだのかなって思った時に、うん、あんまりなんか学んでないんじゃないのっていう風な印象を持っちゃったんですね。ほう。大統領を倒して、で、まあ、歩けるようになりましたと。うん、で、そこでディオがまた出てきて、ディオが遺体をどうやら持ってるらしいっていう話になって、はいはい。で、遺体の秘密はもう
俺しか知ってなきゃ、知っているのは俺だけじゃなきゃいけないんだ、絶対に始末してやるみたいなことを言って、リオを必要に追いかけ回すじゃないですか。うん。はいはいはい。それが全然、その、なんていうんですか、いわゆるジョジョの主人公のやることじゃないな。むしろこれ、敵役のセリフじゃんみたいな感じで、すごい、知ってしまってて、漆黒の闇を、ね、持ったまま、何もこいつ変わってないじゃないか。はあ、ははあ。力を手に入れてしまった分だけ余計立ち悪くなってないかっていうような目でどうしても見てしまってですね。はあ、ははあ、あと最後、一番最後そうですね、船に乗るときに、うん、ジャイロの遺体を船に乗せようとするじゃないですか、うん、はいはい、でそれはちょっとルール違反なんでダメですよっていうのを、いやそんなの知らないよって言って鉄球の力でゴリ押しするじゃないですか、うん、はいはい、でそれっていうのは一番最初彼が下半身不随になる原因になった列の割り込みと全く同じことなんじゃないのかなっていうふうに見てしまったんですね。はははは。何も変わってないんじゃない。え、今の話でいくとだからジョニー・ジョースターが嫌いっていう感じ。そうですね、そうです、そうです、そういうことです。自分逆ですね。だから、その、なんていうの、すごいジョニー・ジョースターが嫌なやってとこは同意なんですけど、はい、それを主人公としてあえて持ってきたとこが、それで魅力的な話にしてってるとこがすごいなって思います。うん、逆に共感できたっていうか、もう、なって言えばいいんですかね。やっぱりこう、ジャイロって、でもなんかあんまりキャラクターとしては僕、そのなんかおどけてたりとか、なんか途中でこう持ったレーラーって言ったり、笑い方もニョホだったり、なんかちょっと、つかみどころないじゃないですか、あんまり。ひょうひょうとしてるみたいな感じで、軽いじゃないですか、なんか。でも、うん、一応こう、ちょっとその背景を見ると、一族のこう、歴史があったり、こう、うん、赤の他人の冤罪の子供を救うために頑張ってるみたいなのはあるんですけど、うん、はいはい、そのなんかキャラクターとしては、そのなんかなんて言えばいいんですかね、こう、ちょっと、こう、なんだろう、主人公にあんまふさわしくないよなって、ね。で、だからこうセットにしたみたいな、得体の知れないやつと、ちょっと今までで一番ひねくれてる、なんて言えばいいですかね、こう最悪の主人公を組ませることによって、その、なんて言うんだろう、話を成り立たせていくみたいな、こう、ツーマンセル的なのを描きたかったんですね、コンビっていう。その、お互いの、そのダメなところを補完し合うような関係とですか。そうですね、うん、だってこれこのなんていうんですかね、こうレース自体は賞金が欲しくて参加してるやつがほとんどなんで、うん、あんま正義とかないじゃないですか、これ、うん、はいはい、スポンサーがついてのレースの話で、ただその中でこう唯一大統領がそれを利用してこうアメリカっていう国を世界で確固たるこう位置づけにするために遺体を集めようってやってて、で、うん、大統領自体も別にこれ沢田さんとかが前言ってたようにロック部のプッチ神父と同じで、うん、自分がそうすることによって世界は多分安定するって考えてるから、ある意味正義っていうかね、あなるほどね。でこの大統領自体がこうなんて言うんだろうな、こう荒木先生が見たアメリカなんだと思うんですよね今の、うん、ちょっとそのなんて言うんだろう、アメリカ批判みたいなのをここに入れてんじゃないかなって気はしたんですね、最後。なるほど。うん。大統領自体がちょっとラスボスになった経緯って自分はわかんないんですけど、途中まであんまそんな気なかったんじゃないかなと思って。これ本当にやりながら話組み立ててってるなって言って、さっきもちょっと話して、大統領最初太ってたのに、どんどん痩せていくみたいなのがあったりとか、そうですね。あれをラスボスにもし当てる気だったら最初からかっこいい姿で出しますもんね。だからなんかちょっと話には当然噛んでくる重要キャラだったと思うんですけど、なんかあんなにこう全部に関わってて、そもそもレースを仕掛けたのが大統領みたいな感じにするって決まったら途中なんじゃないかなって感じなんですよね。うんうん。だからそれがさっきも言ったように、その暗殺者がどんどん来るのが最初はこう、ね、そのジャイロを狙ってレースに参加してきてるって話だったのが、途中からその送り込んでるのは
大統領って話になってたような気がするんですよね。だから、ね、その細かいところはなんかこう、はい、すごい悩んで軌道修正したんだろうな、みたいなとこは見えるんですけど、でも、まあそれを最後ああいう風に持ってったのはすごいなと思うんですけどね。なんかだって、ディオの扱いとかも連載中ものすごい賛否ありました。うん。でもなんか最終的にはやっぱり、ジョースター開けたいディオみたいなね。まあ結果としては、その、ファンサービス的な内容になって、しかも、ディオが、勝つっていう形になるじゃないですか、エンディング。はいはいはい。で、あれ僕疑問に思ったのは、第3部が九条丈太郎がなんかディオに勝つじゃないですか、最後で。はいはい、その理由が、てめえは俺を怒らせてたっていう、なんかこう、主人公が覚醒して殴り倒しましたみたいな最後で、ちょっとそれが腑に落ちなかったんですね、自分。ああ。逆に。なるほど。ああ、でかなり、そうか、僕、むしろすげえあれ腑に落ちたんですよね。あ、逆ですね。やっぱ荒木博彦はそういうことやんないでほしいなっていうね。あ、まあ。ヘリクツヘリクツでもこう、なんかこういうやり方をやってきてるから、その第2部なんかも、もうこんなの勝てないじゃんみたいなのにものすごいヘリクツって勝ってじゃないですか、運の要素。はいはいはい、そうですね。なんか、なぜそうしたか知らんけど、エイジャの積で防御したとかって、そんなのバカなって感じの。やり方で勝つじゃないですか。だから、はい、でもあれってなんかこう、ジョジョ、なんだろう、ジョウスケが怒って覚醒したよりはこう、マシな展開かなと自分なんか思ってたんで、そういう意味ではなんかリベンジをディオにさせるんだけど、でも、なんて言えばいいんだろうね、やっぱり悪人が最終的に勝つことはないっていうのをこう、ルーシーが示すみたいなエンディングがすごい好きだなって思って。なるほどな。ルーシーは僕の中ではもう悪人ですかね、割と。いや、そうなんだ。あいつ最後絶対何かしら悪さしてますよね。遺体をシェルターに入れたうんぬんの下りで。ルーシーもそんなに多分キャラ固まってない存在だったと思いますよ。なんか異常に若い。奥さんみたいな設定だけで最初引っ張ってたり。最初そう、まさかあんなに活躍するとは思いませんでしたもんね、最初。でもなんかマウンテンティームが出てきたあたりから、どん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 活躍するようになってて。そうですね、誰でしたっけ、キャッチザ・レインボーの。はいはい。あいつを、まあ、銃で殺しちゃうっていう時点で結構、あ、今後重要人物にはなってくるのかなっていうような気はしましたけど。うん、あいつもそうですね、僕の中では結構黒いキャラクターですね。ルーシーですか？ルーシー結構黒いですね、僕の中に。僕の読み方がやっぱおかしいんですかね。いや、もしもし。もしもし、はいはい。俺の声は今大丈夫ですか？大丈夫、はいはい。バリバリです。いや、お二人の話を聞いててすごい興味深かったのは、はいはい、別に北さんの読み方が間違ってるとかではないと思うんですけど、おそらくそれは意図的なんかなと思うんですよ。で、なんか話聞いてて思ったんが、7部の登場人物って、6部までの登場人物以上に、自分のことしか考えてない行動するじゃないですか。極端な話で言うとね。そうですね。だから、こう、絶対的な正義とか、絶対的な悪とかではなく、人は自分の意思で、自分の選択で行動するっていう行動原理で動いてるじゃないですか。だから、どちらかの視点で見ると、こいつのキャラは、俺から見ると悪に見えるとか、嫌いとかいう話になったりするのかなとか思って。なるほど。ルーシーも別に良い悪いっていうわけではなくて、自分が正しいと思った選択をした結果なんですよね。で、おそらく、スティールを守ろうとして動いた結果があれなんですよね。で、おそらく、北さんが言うように、おそらく黒いことも、する覚悟がもう途中、物語の途中でできてしまったから、何かしてるはずなんですよ、きっとね。うんうん、で、ジョニーも結局、北さんから見て成長していないじゃないかと、精神的っていうのも、うん、おそらく、ジャイルと出会ったことによって、精神的に成長した部分もあるんでしょうけど、根本の性質っていうのは、おそらく、なんか割り込みをした時と何も成長してない部分もあるってことだと思うんですよね。うんうんうん、自分の、なんか、欲求に対して強引に、突き進むところもあるよっていう。だから全員が全員精神的成長してるんでしょうけど、
成人にはなってないですよね、みんな。今までのジョジョシリーズの登場人物みたいに。完全無垢のヒーローじゃないっていう。それが、なんか聞いてて思った感じ。だから、こう、群像劇として成り立つんかなと思って、もう、それぞれの立場がそれぞれの意思と選択で行動した物語だっていう感じがすごいしたかな、今の話入れて。なるほどね。いや、ほんとそうですね。か俺からしても、その、ジョニーは気に食わないとか、そういうのすごいよくわかるんですけど、逆にこう、好き嫌い別にしたら、ナノブの登場人物は全員なんかすごい人間らしいんですよね。うんうんうん。いそういそう、こんなやつ身近にいそうみたいな。良いも悪いも両方兼ね備えてて、誰もが特別じゃないっていう感じ。そういう感じを書きたかったんかなっていうのを今の話を聞いてて思いましたね。なるほど。うん。だから、荒木博彦自体がすごい善悪っていうのの、うん、その、最初はディオっていうものすごい悪を描いてたのに、うん、やっぱり途中からそれは変わってってて、うん、じゃあ例えば究極生物はじゃあ悪なのかって言ったら悪ではないですよね、うん。向こうから見たら人間餌なんだから食わなきゃみたいな世界もあるわけだし、うん、もっと言うならその4部のキラヨシカゲなんかただのサイコパスじゃないですか。うん、だから、でも、こう、サイコパスにもゴブの魂じゃないけど、その悪いから、悪いからこう自分の人生をこうなんかじゃあ捕まるかったらそんなことはなくて精一杯あがくよみたいなキャラなわけだし、うん、まあゴブはね、本当にマフィアの構想なんですけど、ボス自体はものすごいチキン野郎じゃないか。で、その結果がこう、こう表に出ないで世界を裏から牛耳るマフィアのボスみたいなね、うん、あれだし、6部のブチ神父なんか、ブチ神父なんかはすごく逆にこうなんか自分が世界をみんなに覚悟っていうものを与えることによっていい方向に導くんだみたいに、ちょっとこう、うん、古代妄想入ってるキャラクターっていうことだし、まあ7部の大統領も同じですよね。やっぱりだからアメリカが世界をリードしていくのが一番世界にとっていいって信じてるわけだから、そこって、なんか、もう片方から見たら悪になるんだろうけど、本人は至って真面目にやってるし、実際こう、じゃあ、あの大統領が死んだことによって歴史がどう評価するのって部分はすごいあったりすると思うんですね。だって、あの世界で、ね、アメリカどうなってんのかっていうのは、その、今の、ジョジョリオンでは描かれてないですけど、もしかしたら世界変わってるかもしれない。で、大統領が死んどるわけですね。なるほど。だからそのジョニー・ジョースターも、だから自分なんかこう、関心不随で足を直したいみたいなのがあるわけじゃないですか。遺体の超常能力で。で、それが、ね、そのなんか今北さんはその主人公っぽくないって言うんですけど、直したいと思うこと自体は多分その立場だったら自然なことであって、それは僕らが漫画でこう、全世界のキャラクターの思考を読んで、こう、俯瞰して見てるからそういう話になるって考えて、場合はすごいなんか、ね、各々がやっぱり自分の目的で行動してた時にすごい結果としてそのなんか大統領の野望を打ち砕く形になっちゃったみたいな感じですか、うんうん、関わんないでも済んだはずだと思うんで、うんうん、ジョニーなんか特に話してきてそうですね、うん、だそのなんかこう最後まとめ方みたいな、こんだけキャラクター出して、ださっき言ったようにサンドマンだとかポコロコみたいにちょっと使いどころミスってるやつっていっぱいいるんですよね。だって自分からしたらブンブン親子みたいなのとかだとまた出てきそうな感じで、あれってリタイアしてないんですよね、あいつらって。なのになんか出てこなくなっちゃったりとか、あと、もっと言うと大統領のと必ずセットでお付きの大臣みたいなのが二人出てくるんですけど、こいつらすごい強いのかなと思ったら、なんか大したことなくて瞬殺されてたり。そうですね。なんかスタンド能力ないとか言ったりだね。だからやっぱりこう結構探り探り書いてるし、まあ連載長期でやる以上伏線はね、こういっぱい用意しとかなくちゃいけないんでしょうけど、うん、まあそういうなんか苦労した部分も見える反面、すごいうまく持ってってたみたいな、うん、特に最後がその、ジョジョ対ディオになるって想像できた人少ないんじゃないかなと思うんですね。大統領があそこまで強くなったって。そうですね。それは。まさか、ザワールドが出てくると。夢にも思いませんでしたよ。まあでもあれ逆にちょっと自分納得いかないんですけど、ね、その自分が
ナプキンを取れないなら、じゃあディオに取らせようという発想がちょっとおかしいんじゃねえかと思います。なんでそうなるのかなっていうのが、未だにちょっとよくわかんないんですけど、ジョニーに渡すのがそんなに嫌なんですか？ディオじゃないんですか？うん、だからなんかもうジョニーとかに渡すのは負けになるから、だったら他のやつに渡してでもジョニーとかに勝ってもらいたいみたいな、もうなんか、すごい当初の目的と違う話になってないかみたいな、うん、あのはちょっと感じたんですけどね。だって、リオがじゃあ立派なアメリカをこうなんか導いていくかって言ったらありえない、うん。絶対やらないですよね。すごい悪で描かれてるキャラ。だから結局もう、結局、大統領も個人的欲求でしか行動してなかったってことじゃないですか？アメリカのためとか言いつつも。これ全然分かんない。全然声分かんなかったです、今。今、沢田さんの、あれあれ。沢田さんが5秒飛びまして。キングクリムゾーンですね。あれあれ。キングクリムゾーン。大丈夫。ああ、治った。治った。はい、治った。とりあえず、ええ感じの話が取れたので、一回ここで切って。次にじゃあ、北さんはその踏まえて、ジュジュリオンを見て納得したって言ったじゃないですか。その話してくださいよ。まあ、結局その、ジョニーが出てくるじゃないですか、ジュジュリオンの中で。うん。で、何でしたっけ、僕も立ち読みしたので、あんまりちゃんとは覚えてないんですが、奥さんが、なんか呪いにかかって、その呪いを解くために遺体に手を出しちゃうんですよね。うん。その部分を見たときに、うん、あ、やっぱりジョニーは変わってないじゃないって。なるほどな、そういう意味で。そこに手出しちゃダメじゃんっていうのがすごくあって、なんか腑に落ちたというか。あ、なるほど、ね。なるほどね。はいはいはい。そういうことが言いたかったんです。あ、だ僕はそこがすごい人間らしいなって思うわけですよ。裏を返したらそういうことなんですね。そう。まあ、うん、その、ダメだって分かってても、まあ、奥さん助けるためにはやっちゃうよっていうところが、まあ、悲しくもあり、理解もできる行動だなっていう。だから、ジョジョリオンだと逆にジョースター家が敵に回る展開になりかねないんですよ、このまま。うん。そうですね。で、だからそれって作品中でまた初めての展開で、うん。なんて言えばいいんだろうな。この、やっぱり6部以降ってのはもう毎回毎回新しいことを入れていこうっていうことなんでしょうけど、なんかもう、やりたい放題になってきてるなっていう気はするんですよね。うん、本当に。その少年漫画じゃ多分無理だと思う。うん、まあ、結局のところ、もうベタに、ね、年取った作家が描くテーマとして人とはみたいな感じがしたいんかなっていう感じしますけどね。うん、人とは何ですかね、多分ね、こう、少年ジャンプで書いてると読者若いわけじゃなくて、うん、小学生がメインターゲット。うん、だそこにはやっぱりこう、なんかヒーロー像とか、その、うん、グーワっぽく書くってことですか、あと何が正義かとか、そういうのを書いていくと思うんですけど、うん、やっぱり多分大人になって社会に出ると、誰しもが思うんですけど、うん、なんかこう、あ、意外と汚いみたいなのあるじゃないですか。うん、でもそれでもみんな生きていかなくちゃいけないみたいな時に、こうなんか倫理観みたいなのが出てくるじゃないですか、うん、こう。ああいうズルした方がいいんだろうけど、僕はしたくないみたいな葛藤とか、ね、うん。だからそういうのをすごいメインに描いてってるんじゃないかなってあるんですよね、うん。だから何が正しいとかっていうのを考えてよみたいな感じで、荒、うん、木博彦の中でこれはこう思うとか、こういうやつはこうなるみたいなのは出してくるんだけど、基本的にはそれはこう、どのキャラクターに感情移入して読むかっていうのは、読者に委ねてるし、うん、そういうターゲットになった人がもう読んでるというふうに解釈して、俺ら書くよみたいな、うん、誰が正義ってことは、作品の中で分かりやすくはしないよみたいなのを感じるんですよね。なるほど、なるほど、なるほど。そういう風に見ていくと、じゃあ僕は多分、スティールボールランをジャイロセペリの目線でずっと読んでるのかもしれないです。うん。そうそう、あの中でやっぱ一番、僕の中のヒーローはジャイロなので。あー、それはわかるな。俺もそうやったからな。ジャイロの、その、倫理観というか、うん。の目線で物事を見ていくと、あ、ジョニー、おい、おい。なるほど。なっちゃうっていうことなのかもしれないです、ね。まあ、それは確かに。だから結局最後、ジョニーで締められたけど、並ぶは。あら、たまたま、その物語の視点がジョニーだったってだけの話でしょ。
肝心なところで聞き取れなかった。またなんか、今度パイツァーダストみたいな感じ。もしもし、今は大丈夫なんですか？はい。聞こえてますよ、はい、今は。いや、単純に、その、7部の最後、ジョニーで締めて終わってるけど、もうそれは別にジョニーが主人公だよっていう作者からの誘導ではもう何でもなくて、あの物語の中で最後たまたまジョニーだったってだけの話なんかなと。スピーさんもわかりました？全然わかんない。もしもし、めっちゃこっち聞こえてるよ、クリアに。あ、ようやく普通になった。大丈夫だって。もうめっちゃクリアに聞こえてますけど、こっちは、さっきから。でもね、沢田さんのは本当に割れてる、割れて、ところどころしか聞こえないんですよね、だから。うん、よ、し、お、が、しま、みたいに聞こえる。もう、とりあえず、話的には興味深い話ができたから終わりましょうか。別に僕の話は、加えなくても全然問題ない流れやったんで。本当ですか？ジョニーで締めた理由っていうのはすぐ聞きたかったですけどね。いや、たまたまでしかないんかなって思ってね。今の話聞いて。その、ジョニーが主人公だよ。この物語の主人公だよっていうアプローチではなくて。ああ、結果としてまあ。結果としてレースで生き残る視点がたまたまジョニーだったってだけの話でね。うんうんうん、あ、でもそれは、なんか第5部以降ずっとそうなってますよ。荒、うん、木先生の作品自体が、うん。っていうのは5部も、その、どちらかといえばなんかこう、ブッチャラティーな話になってるんですね。うん、で、ブッチャラティーは途中で倒れる役なんですけれども、うん、多分ちょっとタイミング的にここでやっちゃったら、こう、ね、主人公が頼りないじゃないですか、ちょっと。だから、話的にはって伸ばしたんだと思うんですけど、で、なんて言えばいいんだろう、こう、その、ブッチャラティー途中で死ぬんですけど、なんかその、なんて言えばいいんですかね。こう途中から話がもうなんかこう最後に生き残ったやつが主人公だとは言わないっていうところは、ずっと共通してあるんじゃないかなって、うん。ジョナサンがだって死ぬっていう第一部からもうそういうことをやる人な。うん、なんて生きたか生き残ったっていう話よりも何を成したかみたいなことの方が重要だよみたいなのすごいテーマにある。うん、そうですね。6部も最後エンポリオですもんね、うん。そうなんですよ。だから、なんて言えばいいんだろう、こう、6部なんかは、これまでこう、ジョースター家でずっと繋いできたわけじゃないですか、こう、うん、黄金の魂っていうの。でも、ジョースター家のやつじゃなくたって告げるやつがいて、そいつにみんなが信用して預ければ、目的果たせるよ。だからエンポリオが、全くこう、なんだろう、ジョータロウも、ジョリーも倒れた中で、うん、一番まさかのエンポリオが、うん最後、まあ、ウェザーリポートの力は借りますけど、勝ってみたいなのって。だからすげえ、ことなんですね、あれ終わり方は。うん、むしろもう、そのジョースター系がもう呪いみたいになってますね、うん。6部とかになってくると、敵がみんなディオの息子とかで、みんな星のあざとかがあったりっていう感じですもんね。うん、だからね、7部も、ね、ジョニーで終わってるから、ジョースター系のジョニーが最後生き残って締めたから、ジョニーが主人公の物語だったって見られがちですけど、もう本当たまたまでしかなかったと。なるほど。いろんなことがあった結果、ジョニーはただ生き残ったっていう、ただそれだけですみたいな。うん。途中で結構ジョニーってこうなんか目的のためにはこいつ殺すかみたいなの簡単に言うキャラなんですよね。うん。でそれを見てジャイロが眉を潜めるみたいなシーン、うん、結構あって。うんまあ、わざとちょっとおどけたことしたりして、こうそういうのをなんか反らすようなことしてるんですけど、かなり不安がってる部分はあるんです、うん。だから、そこはなんかこう、ジョニーが生き残って、やっぱり次の第8部の構想の中にこう、繋がっていくっていうのはあったんじゃないかなって気はする、うん。いや絶対あると思う、それは。うん。そう、だからそういう意味でやっぱ北さんが言うように、ジョニー何も成長してないじゃんっていうのは、いや、その通りかなと思うんですよね。なんかその呪いを解く物語って8部の冒頭でモノローグがあるんですけど、それがすごく僕の中で引っかかってて、そういうことなのかな、うんうんうん、ジョニー・ジョースターの呪いみたいな話に今実際なってるんですよ、うん、連載の中で。だからそこをこう浄化する話なのかなっていう、うん、その本来の黄金の精神にこう戻していくっていう、そういう話なのかなともなんとなく思うんですけど、まあでももう意外な敵って言うと本当ジョニー・ジョースターっていうかそのジョースター家しかないと思うんですね。っていうのはディオはもうスティールボールランで倒れてるんで、うんうん、
この先出てくることないんですよね、消滅させられちゃってるんで。うん、何かしらの形で必ず出てくるじゃないですか。ジョジョという作品にディオンは。ああ、でも息子が出てきても善人になってたりしたから全然こう悪の魅力ないじゃないですか。だってあと他の息子とかは全然ダメなのばっかりだ。ポンコツばっかですからね。ポンコツばっかだったじゃん。はい。てなわけで、長々とお話ししてきましたけど、なかなかなラブも興味深いお話ができたんじゃないでしょうかね。はいはい。とりあえず、7部の話までお付き合いしていただいた皆様方、リスナーの皆様方、そして、参加していただいた方、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。てなわけで、今回はここでお開きにしましょう。お送りしたのは、沢田信也と、北原と、福岡のスピでした。それでは皆さんまた次回、さよなら。さよなら。さよなら。